人たらし術無能証言私が人頭術について本を書き始めてからはや20年になりましたこれまで私が一貫して解き続けてきたことは人生における成功とは自分の陣営にいかにして良き味方を得られるかにかかっている。 他のすべてはに過ぎないといとうことですかつて司馬太郎が太后秀吉を巧みに人の心を捉える人たらしの天才と言いましたが水飲み百姓の子であった秀吉が六十余衆の敵将の心を捉えて天下を平定できたのはまさに秀吉の人たらしの力であったと言ってよいでしょう。 そして現代において無類の人たらしを一人挙げるとするならば本田を築いた本田宗一郎ではないでしょうか死は人心の機微というものを一瞬で察して会う人会う人を自分の方へ引き込んでしまう絶妙の才がありましたそれは宗一郎が亡くなった今でも 伝説としてて語り継がれていますここで皆さんに考えていただきたいのは秀吉も本田宗一郎もずば抜けて魅力的な人物ではありましたが世間一般でいうところの優秀なな人物でではなかったとということです私たちは子どもの頃から一生懸命勉強して賢い人になるよう教育され 本人も努力すす。るののは当然のこととされていますしかし実際のところ成功している人たちを見渡せばそういった努力は全く役に立たないとまでは申しませんがそれだけでは事足りないもっと大事なことがあるのも事実ですそれは何かといえば要するに成功する人間は他の人間を友とし 味方とし得るが成功できない人間は自分の周囲を敵や無関心者によって囲まれてしまうということでしょう当然なことにあなたがこの世で何かをなそうとした時必ず他の人間と関わらざるを得ないそれはなそうとすることが大きくなればなるほど他の人間の協力なしに 成功でできないのですこのことはそのまま事業経営に当てはまります経営者が思い描く夢や目標を現実のものとするには経営者を支えてくれる部下たちの献身的な努力協力なしには実現できませんそれゆえに本書人たらし術は 読者に優秀な人物になるよう勧めるような本ではありません本書の意図するところはただただあなたが人に好かれ多くの人を味方としそれをもって人生の幸福あるいは成功への一助としてもらいたいそのための最良の手段を人たらし術として提唱するものですところで本書は これまで私が書いてきた人頭術のの集大成と言えるものです特に本書をまとめるにあたって経営者の方々に理解されやすいように太閤秀吉と本田宗一郎の事例を新たに書き下ろし以前出版した「人頭術奥義」「人頭術極意」「人頭術懐殿」の重要部分を抜き出して 大幅に過失訂正しました私としては読者の皆さんが本書人たらし術を活用されてこれまで以上の大きな成功と幸福を手に入れられんことを願ってやみません第1章真の魅力とは何か人頭術 人たらし術聞き慣れぬ言葉と思いのことでしょうそれもそのはずでこれは私の考えたいわば思想用語であります人頭術の等とはとろけさすあるいはたらし込むのいでよく知られた言葉に女たらしがありますこれはあまり良い意味ではありませんが要するに 女性の心を捉え自分の方へその心をなびかせてしまうことに長けた男のことを言います。一般的に考えて魅力というものは自分の方へ人々の心を引きつけてしまう力であるとするならばその力をある方法によって増大させるコツというものがあるのではないかとも考えられます。 人の心を自分の方へ引きつけるとは大ざっぱに言えば自分を好きにさせてしまうということでもありましょう。そしてあの人は魅力があるという意味はより多くの人々がその人を好いているというように考えても差し支えないでしょう。人たらしとは まさにこのように大勢の人々をして自分のことを好きにならせてしまうための技術なのですそして私はこの人たらしの技術について本書の中で解明しその用い方について皆さんにだんだんと説明申し上げていきたいと思っていますしかしその前にこの魅力というものの正体が 世間一般の人々にはどうも明らかになっていないように思われますのでこの点の分析と解明からまず始めさせていただきたいと思うのです以前ある会社の社長さんが新入社員に対するアドバイスとして次のようなことを話されていたのがとても印象に残っています。若い君たちにとって 最も大切なことは人間的な魅力を身につけること20代はそのための絶好の時代である魅力ある先輩たちを徹底的に観察し仕事のやり方知識その個性などの良いと思われるところをどんどん吸収することだここで私は一つの素朴な疑問を持ったのです それは人間的魅力というものは他の人の長所美点などを吸収することで果たして身につくものなのだろうかという疑問ですしばらくの陳詩木工の末私は NO という答えを得ました人間の魅力とは知識や技術などとは違った それは学んで習得できるものではあるまいと私は思ったのです。なぜならこの世の中には知識力があってもそれをひけらかしたりする鼻持ちならない人物もいますし何か人に勝る能力を持っていても嫌味な人もいるからです。またマナーを心得礼儀正しくても魅力のない人もおります。 ある人の魅力ある個性もそれを真似しようとするといわゆる付け焼き場となってしまい滑稽な振る舞いのように他人の目に映ってしまうこともあります以上の点から考察して私は魅力とは他から吸収されるようなものではないとの結論を得たのです一方目を転じてみますと 教育ががなないい人人でもも魅力的な人もいることに気がつきますまた、道長短足でも女性に人気のある男性、お金持ちでもないのに人を引きつける力を持っている人もいます。田舎者で上品さのかける人でも、多くの人々に愛される人柄というものもあります。例えば 素性の定かでなかった豊臣秀吉が足軽から身を起こし天下統一を果たすまでに出世できたのはまさにその典型でありましょう。また現代においては世界の本田を築いた本田総一郎は高等小学校しか卒業していない叩き上げですが。 独力で技術を身につけホンダを世界的企業に育て上げまたその合法な性格と底抜けの陽気さで多くの人を魅了しましたさらに驚いたことには賄賂などを受け取り国民の敵とまでマスコミに叩かれた政治家でも少なからざる人々の間に人気がありまた 刑法で処罰された人でも多くの人の人気を勝ち得ることもあるのです魅力をただ単により多くの人々を引きつける力として考えるならばこのようにそれは知識技術マナー品性背景生まれ財産男前 美人などの他かによるものででないことは明らかですもちろんそれらのものはある魅力の一部を形成する要素であることは間違いありませんでもそれは発揮される魅力そのものとは依然として言い難いのですでは一体魅力とはどのようなものなのでしょうかその実態は そしてどうしたらそれを身につけることができるのかこの書はこれらの疑問への回答として書かれたものです皆さんはこの書を読み進まれるうちに今まで常識的に考えていたそれが実はかなりの錯覚や誤解に満ちていたことに気がつき多分愕然とされるかもしれません先ほど紹介した「 ある会社社長の言葉先輩の仕事のやり方知識その良い個性をどんどん吸収することということでは即それはその人の魅力そのものとなるとは言えないのです。この方法では一歩誤ると「才能はあっても嫌味なやつ」と大勢の人々に嫌われてしまう危険性もあります。 なぜなら才能とか他人より優れたある特質というものはそれ自身が魅力そのものではないからですこれは私の大学の卒業式の日に学長の吉田杵太郎氏から聞いた訓話ですが今でもありありとその言葉を思い出せます「長い間人生をやっておりますと」 人間には2つの才能というものがあるなぁということに気がつきます一つの才能とは普通に言われている才覚能力のことつまり才能ですこれは知識や技術から気働きといったようなものを含んでいますもう一つの才能とはいろいろな言い方もありますが要するに誠実であることですそして 他人のために尽くすことまあ人間社会を渡っていくにはこの2つの才能というものがあると思いますところが私も学校卒業後30年も経って自分の周囲を見回してみるとどうもこの第一の才能のあると思った人間は初めはいいんですが結局は第二の才能の人間の方に負けてしまっていますつまり 誠実である方の人間が人生において勝ちを収めている方がずっと多いということに気が付くのであります第一の才能に対して抱く人々の気持ちは「戦望であり第二の才能に対して抱く人々の気持ちは「人望」でしょうこの二つは共に人々の望みを表現するものですが前者はとかく「徒く 羨む恨みに転じやすくそこにマイナス的感情がつきまといやすいのですそれに反して後者は好意的な希望を当事者にいつまでも寄せるのですごく通俗的に言えばこの世の中における成功とはいかにより多くの人心を自分のもとに引きつけ得たか 引きつけるための魅力を持っているかにかかってくると表現しても差し支えないと思いますありえないことを一つ想像してみましょう仮に豊臣秀吉が現代に生きていたとしますそして20代の学生だったとしてみますすると彼は優秀で模範的な生徒だったでしょうか 私たちの想像からはどうしてもそのような映像は浮かばないようですねもしそうだったらどうも彼の将来はごくつまらない凡庸な人間になってしまうような気がします秀吉には変でおかしなそして独特の考え方がありそして彼はそうした青春を送るであろうとこんなふうに考えたい。すると 小説風の未来が湧き上がってきてワクワクしてくるではありませんか魅力的な人物とは一口に言って普通じゃない生き方をしていることが多いですそういう人たちは優秀で立派な人物になろうとしてあんまり頑張らなかったんじゃないかと思いますただし優秀で立派になろうとして頑張らなかったけれど 自分の好きなことには没頭したそれはもう気が狂ったように本田宗一郎も仕事をするにせよ遊ぶにせよ何事も中途半端が嫌いな人だったと言われていますだから彼らは一般的な常識から見れば変わった人間でありそしてその変なるがゆえに面白いすなわち 魅力ある人物だったわけですこの「魅力とは何か」という点の解明とその魅力を最大限に発揮すべき人たらしの実の用い方は辞書から詳しく述べていくつもりでありますがその前に一つ皆さんにぜひお話ししておきたいことがありますそれは真の意味における魅力 それはまた人間的魅力と呼んでも差し支えないとも思いますがこの魅力は緊張の中にあるものではなくもっぱら歯間の中に存するものだという点です言い換えれば真の魅力とはリラックスの中にあるものであるということです さらに言うならばそれは自分の人生を余裕を持って眺めている態度とも考えられます前にも申しましたが頭がいい金持ちである男前であるというのは確かに魅力の一要素ではありますがそれは私の考え方によれば緊張のサイドにある魅力であると思うのですこれに反して リラックスの中にある魅力とはその人の外部的な特質ではなく主として内部的なその人の心の働きによって外へそれがにじみ出てくるものでありましょうだからこそそれはその人の才能の高社会的身分容姿などに関係なく人々の心を捉えてしまうのです。 通常それはその人の人柄であるというように言われそれは生まれながら自然にその人に備わっているもので人力で左右できないもののように思われているようですしかしそうではありませんこのような内面的魅力は 自己コントロールという人力を持ってどのような人でも身につけることができることなのですところで第一印象は当てにならないという人がいますまたやっぱり第一印象は正しいという人もいますこれは両方ともその体験から出た各人の感想でしょうそしてそれは 同一人物に対する感想でもその評価は分かれることがあります思うに第一印象とはその人が本性的あるいは駐在的に抱いている心構えのようなものでしょうそれが一種の表情層として外に現れているものと思われますところが当人はそういう自分の面を案外よく知っているものであり またそれを自分の欠点あるいは弱点と考えていてそれをカバーするかのようにそれと正反対の言動をすることが多いものでこれが第二印象となるものです例えば T 社長は頭が切れてバリバリと仕事をするタイプでどことなく冷たい感じを人に与えます。 ところが付き合ってみるとこれが親切で友情に熱いのですそこで人々は意外に思い第一印象と違って T さんはとても温かい人柄だというのですしかし T 社長は末っ子で多分にわがままに育てられているせいか好き嫌いの感情が非常に激しいのです それで好きになった友人にはとてもよく尽くすのですが一旦嫌いになると手のひらを返したように冷淡にもなれるのですそれでその場面に遭遇した人はやはり第一印象って正しいものだなあというのですこのケースで考えれば T 社長の冷たさは彼の本性であり親切さは仮面のようにも思えます だがそれは誤りなのです冷たさも親切さも T 社長の本性でありそれら2つを彼は包含しているのですこの意味では第一印象も第二印象も共にその人の性格であり心構えなのですただそれが相対する人または状況の変化に伴って 彼の気分が冷たくなったり温かくなったりするだけなのですしかし第一印象に対する「第二印象とも」を言うべきものはその人の自己コントロールの努力の成果である場合が多いものですそしてそれが自分の弱点をため直そうとした結果であるならば それはその人の人ののの間的魅力ともなり得るのですその場合の第二印象は人々に安らぎとか笑いとか喜びなどの快感を与える余裕のあるものであってほしいと思うのですではその自己コントロールとは一体どのような方法なのでしょうかここで一つ 中国の古典からある一文を紹介してその答えの一つといたしましょう。老僧の哲学として有名なのの思想というものがありますこれは老子がまず唱えたもので「太皇」すなわちこの宇宙を出現させたところの根源力「対極」と「 その力によって示される宇宙的原理に従って生きることが人間にとって最も重要な人生課題であると説くものですこの老子の後を受けてその説をさらに発展させたのが相似ですがこの相似の表した書相似の大相詩篇という部分に次のようなエピソードが記されております 孔子の弟子の眼界がある日孔子のもとへ来ていった私には一つの進歩がありましたこれに対し孔子は「それはどんなことかね」と尋ねた私は仁義というものを忘れることができましたと眼界は言ったなるほどそれはなかなかのものだしかしもう一歩足りないね と孔子は答え後日眼科医は孔子に会い私にもう一つの進歩がありましたと告げた孔子はそれはどんなことかねと尋ねた私は霊学というものを忘れることができましたと眼科医は言ったなるほどそれはなかなかのものだしかしもう一 足りないねと孔子は答えた他日また眼科医は孔子に会っていった私にもう一つの進歩がありましたそれはどんなことかねと孔子は尋ねた私は座帽ということができるようになりました孔子ははっと顔色を変えて座帽とはどんなことかと尋ねた まず、五体から一切の力を抜き、計らいの心を捨て、物の形にとらわれることなく、知識を捨て去り、天地間の真理、タオと一体になることです。と、眼界は答えた。うーん、孔子はうなった。タオと一体になれば、もはや孔王の念なく、タオと共に変化して自在となる。 それにししてももお前は大したものだ私は今やお前に教えを請わなければなるまい。以上は座牧というものが座禅やヨガの瞑想などとしばしば関連または対比させられ論じられる掃除の中でも座牧問答の名で知られる有名な箇所です。 昔から幾多の政権は何らかの形で自己の内なる世界に沈遷し何かの悟りを得てきましたこの内なる世界に沈遷するとは要するに意識を浮世の常識地の世界から離れさせ是非分別の思考から一時的に下脱するところの心的行為ですそして それは大きなリラックス行でもあると私は考えるのであります。そしてまたそれはその人の人となりに一つのゆとり、余裕といった雰囲気を漂わすようにもなるのです。この余裕こそ最も大切であります。なぜなら本書で説くこの人たらし術を身につけるには、 この余裕という心的態度なくしては不可能だからなのですではこのような余裕を得るにはどうしたらよいかというとそれには人生を楽しもうと決心することですまた自分の人生を一つのゲームであると思うことです言い換えれば あまり真剣に何が正しいことかなどということを追求するのをやめて明るく楽しく暮らすよう考えることです。湯行者と仏教では言います。この世の旅路を淡々と楽しみながら生きていこうと心がけることです。このような湯行者の心境を得るにはどうしたらよいか。それについての結論は 本書のの最後の部分第十章「人たらし術奥義」に説かれてありますがそこへ到達するには皆さんはまずそれまでのページをじっくりと読み進まれる必要があるのです。